はいどうもジョン・クローズのヨウタとゼッキーと山本です。あら、なになに、はい、今日は、はい、僕企画でゼッキーは何が得意か。そう、早食い。早食いしてるつもりないんだよ、なんか普通に食ってたら兄弟多いから早く食わない。いや、そっかお母ちゃんディスられてるよなくなっちゃう。今日は対決をヨウタとゼッキーで早食い。ただ普通に当たって僕はもう勝てないことはもう目に見えてる。ビッグマックだって僕7分かかって、ぜひ、まあ2分ぐらい。だからね、普通にやっても勝てないということで、今日用意しました。物は違うんでしょ？そう、物は違う。物違う？まあハンデとしてね。ハンデ。まず、僕好きなものはミルクティー。今日僕ミルクティー3リットル飲みます。ぜひ何するかって言ったら米3合送ります。米3合？飲み物と？米3合。だって米は飲み物だぐらいの話してたのに。さすがにね、お米だけで食うのはちょっと不利かなということで、今日今温めてるんですけど、ボンカレー中カレー用意してるんで、お酒の炭酸割りみたいな。そういうことでしょ。カレーのお米割りみたいな。ということで。なるほどね。やっていただこう。はい。じゃあ、すげえな。あいつこれからミルクティー飲むのに、ここでミルクティー飲んでみて。これね、もうすでに470ml開けてます。カレーは残ってもご飯がなくなれば OK なんでしょ。そう。なるほど。米さえ倒せばいいの。米とミルクティーの対決だから。じゃあちょっとゼッキー目つぶって。ゼッキーに食べてもらうお米はこれです。今回勝ちに来てるから。いや、勝てるもんね。ルールのおさらいします。僕はこのミルクティーを単純に 1.5 リットルずつの飲み切ったら勝ち。ゼッキーはお米を食べ切った時点で勝ち。カレーは残っても OK ということです。用意スタート。ブーッ。こういうことね。食いたくねえ。じゃあ協力するよ。ずるい。あっか。うそじゃん。ずるい。でなんかグロッキーなやついるんだけど。あいつこれだけ飲んでくんないと。終わった。嘘でしょ。10分1秒28。米さんが10分で食えるの人間って。あと100ミリリットルぐらい。何やってんだよ。触っちゃダメ。ブーって言っちゃう。はい、ということでですね、ゼッキーの勝ちです。今回勝ちに来てるから。チャンネル登録よろしくお願いします。